私はパニコ、30歳。サラリーマンの夫のかけると、とあるマンションにて暮らしている専業主婦です。私たち、新婚なの。かけるには、弁護士のヒカルさん、IT 系の会社に勤務している渡るさんという二人の弟がいます。三男の渡るさんは独身ですが、次男のヒカルさんには、ミユさんという奥さんがいて、さらに二人の間には、ナナちゃん、ユーゴくんという子供がいるんです。みんなで集まると、超絶賑やか。この間のお正月も。渡る、ちょっと太ったんじゃないか？かける兄さん見習って、もっとダイエットしないと、女の子にモテないぞ。俺は座りっぱなしの仕事だし、太ってるのは仕方ないな。パパ、ダメよ。人の容姿に関していろいろ言うのは、侮辱罪になっちゃう可能性があるわよ。そうだよ、パパ。弁護士なんだから、もっとしっかりして。ほら、二人とも、パパに憧れて弁護士ごっこするのはいいけど、何でもかんでも訴えるだのなんだの、言っちゃダメだって注意したでしょ。へえ、ナナちゃんとユーゴくん、弁護士になりたいの？うん、将来はパパを超える、敏腕女弁護士になるの。俺も、弁護士になって、悪い奴をバッタバッタ倒してやるんだ。義実家一族、本当に賑やかだわ。ところが、この数ヶ月後、義父が病気で他界。義母が一人だけで、義実家に住むのは寂しいだろうと考え、私とかけるが、義母と同居することになったんです。義母は私から見ると、すごくおとなしくて口数が少ない人でした。が、同居して数日後、かけると義母と夕食を食べていると。ねえ、パニコさん、料理のことだけど、いつもこんな感じなの？もうちょっとおかずを多めに出してもらいたくて。ああ、そうですか？すみません、わかりました。ああ、私、野菜は本当あまり好きじゃないのよ。お肉をもっと出してちょうだい。で、この翌朝。ちょっとパニコさん、私昨日お肉をもっと出せって言ったわよね。え？ああ、なので、夕方買い物に行って、お肉を多めに買ってこようと思って。今朝は冷蔵庫にあった鮭を。私の言ったことはすぐ実行してくれないと困るわよ。生前お父さんも私に、俺が家事をやれって言ったら、すぐに取り掛かれって散々怒られてたのよ。パニコさんも、ちゃんとやってちょうだい。夜まで待てないのかよ、この人。子供かよ。そこで、スーツに着替えたかけるがやってきて。おい、母さん。何を朝からそんなにガミガミ怒ってるんだ？ていうか、パニコがせっかくご飯用意してくれてんのに、文句があるなら、自分でやれよ。この日の夜、寝る前に、かけるが少し思い出したことがあると言ってきたの。義父が、義母が夜中にリビングで、そんなにぐーたらしたいならこの家を出て行けというようなことを言われていたのを見たことがあるような気がするとね。なるほど。おそらく義母はもともと自堕落な人なのでしょう。家を追い出されたら到底一人では生きていけないほどに。本人もそれを分かっていて、しぶしぶ義父の言う通りにしたのかな。しかし、かけるに叱られてからは義母が私に何か文句を言ってくることはありませんでした。しばらくは割と仲良くやれていたので安心していたんです。が、かけるが急遽1ヶ月ほど出張することに。それからが本当に大変でしたよ。パニコさん。え？かけるが出張に出かけた日の夜、食卓の椅子に座るなり、私に怒鳴った義母。私、野菜が嫌いなの。前にも言ったでしょ。一応その話を聞いてから、野菜料理は大きなお皿に乗せて、食べたい人だけお箸で取って食べるという風に工夫していました。で、今もそうしてるんですけど。親子丼にネギなんか乗せて、ネギなんていらないっての。ああ、なんだ、大皿の野菜料理じゃなくてそっちの話ですか。でも、この間焼き鳥を食べた時、お母さんネギマをバクバク食べていませんでした？食べたい時と食べたくない時が野菜はあるのよ。今日はネギなんて食べたくない気分なの。だから、最初から野菜は出さないでちょうだい。何度言えばわかるのか。この出来損ないの嫁は本当に。以来、義母は私に、ひどい暴言を吐くようになりました。私を、飯まず嫁と言い出し、掃除や洗濯のことに関しても、チク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 。おかげで私は毎日も、精神的にヘトヘト。当然家事なんて手伝ってくれることはなく、毎日リビングでテレビを見ているか、CD デッキで大好きな歌謡曲を爆音で聴きながら、スマホ。
さらにある時義母が私にこんなことを言いやがったんです。かけるはお父さんに似ちゃったわね。この間私に説教をかましてきた時、お父さんが生き返ったのかと思ってドキッとしちゃったわよ。私ね、亡きお父さんからそりゃもうガミガミ怒られてたの。なのにパニコさんはかけるに甘やかされすぎ、イライラするわ。だからあんたが苦しそうな顔してると本当に楽しくて楽しくて、ほら床に髪の毛が落ちてるわよ、掃除しなさい。義母は義父のことを恐れていて、かけるが怒った時義父に怒られてると思って怖くて逆らえなくなったのね。だから一時期おとなしくなったんだわ。実はかけるの会社は今業績がガタ落ちしていて、そんな大変な時にかけるに余計な心配をかけたくなかったんですが、こんなこと言われていよいよ我慢の限界に達してしまった私は、出張中のかけるに電話して義母からされたことをすべて報告したんです。するとかけるは義母を叱りつけてくれました。義母はかけるに告げ口するなんてこの最低嫁がと私に怒っていたけれど、だいぶしょんぼりしていましたよ。さらにかけるは出張を切り上げてこっちに戻ってくるとまで言ってくれました。でもなぁ、会社が大変な時にそんなことをさせるのは申し訳なさすぎる。そんな私にかけるが、なら弟たちに助けを求めようと言ったんですが、その瞬間私はいいことを思いついたんです。実はこの数日後、義母の誕生日でみんながうちに集合することになっていました。義母はその前日の夜に何やらリビングのパソコンの隣にある棚をガサゴサと漁っていました。そして、明日はいつもよりマシな料理を作らないと許さないわよ。それにかけるにあることないこと言って私を悪者にしたあんたを徹底的に追い込んでやるから覚えておきやがれ。いやー、会ったことしかかけるには言ってませんが。義母は棚から取り出した空の DVD を一枚持って自分の部屋へ行ってしまいました。で、翌日インターホンが鳴った後、義母が玄関に出て、ヒカルさん、ワタルさん、ミユさん、ナナちゃんとユウゴくんをリビングに連れてきました。そして台所で料理を温め直していた私のところにやってきて、ちょ、なーにこれ、野菜だらけじゃないの。そう、私は嫌味のごとく野菜だらけの和食を用意しました。今日でも義母と縁を切る予定だったのでね。はい、子供もいますし栄養のバランスを考えた方がいいと思いまして。義母は悔しそうにうなった後、ふんっと鼻息を出し、台所にあった私の料理をみんながいるリビングのテーブルに運んでいきました。みんな見て、このまずそうな料理。ま、これしかないからしょうがないわね。飯まず嫁の料理、召し上がれ。義母がそう言った瞬間、シーンと静かになりました。私も義母に続いて料理を運んだんですが、ヒカルさん、ワタルさん、ミユさんが義母の発言に驚いてドン引きしている。ま、何言ってんだよ母さん。飯まず嫁って、それパニコさんのこと言ってんの？あ、お母さんってそんな感じの方でしたっけ？みんなの気持ちわかるわ。私だって義母がこんな人だったなんて思ってなかったもの。思えばカケルが出張に行ってから今日まで本当に辛かった。今までの恨み晴らさておくべきか。今日こそこの姑に復讐してやるんだから。そう、こいつをどん底に突き落とす準備はもうバッチリ整っていたんです。そう、私の手で今日という日をあんたにとって人生で一番最悪な誕生日にしてあげますからね。いしし、私が飯まず嫁なんて言うのにはね、理由があるのよ。みんな聞いて、この人に私は散々いびられて毎日辛い思いをしていたの。は？そう言って義母は隠し持っていた DVD を出して天高く掲げました。最近暴露系の動画とか流行ってるでしょ？ああいうのを参考に、私もパニコさんに関して暴露した動画を作って DVD にしてみました。かけるに義母の嫁いびりを作った私への制裁がその DVD ってことでしょうね。さあパニコさん、これを DVD デッキに今すぐ入れなさい。ほら、何をぼっと伝ってるの？自分の悪事が暴かれるのが怖くて動けなくなっちゃったのかしら？違うわよ。これから起こることを想像して思わず笑っちゃいそうだから
笑いをこらえるのに必死で動けなくなってるだけだっての。そしてなんとかかんとか気持ちを落ち着かせた私は義母から DVD を受け取りました。そして、さあみんな、今から流れる映像で私が話してることがパニコさんの本性よ。私が義母に言われた通り DVD をデッキに入れ再生ボタンを押すと、パニコさんはかけるに甘やかせれすぎ、イライラするわ。だからあんたが苦しそうな顔してると本当に楽しくて楽しくて、ほら床に髪の毛が落ちてるわよ、掃除しなさい。テレビ画面に映ったのは、あの日義母が私に向かって激しく怒鳴っている映像。それを見たヒカルさん、ワタルさん、ミュウさんが揃って冷ややかな目で義母を見ました。あ、ちょ、なんで、あ、私の暴露動画は？義母が一生懸命作った DVD は、私がこっそり義母の部屋に入ってすり替えておきました。この人、リビングのパソコンを使って動画をせっせと編集していてね。当然リビングのパソコンは私も利用するんですけど、義母はあまり機械に強くないみたい。編集途中の動画を毎度そのままパソコンの中に保存していたのよ。おかげで私はだいぶ前からこの動画を見ていました。一切証拠の提示もせず、私にいびられてるという嘘のエピソードをスラスラ並べるだけのつまんない動画をね。義母の誕生日が近づくにつれ、義母がパソコンの前に長く座っていることが多くなったので、おそらく今日この場で皆さんに披露するつもりであろうと察し、私が今まで隠し撮りしてきた義母の嫁いびりの証拠の動画入り DVD とすり替えておいたってわけです。そこで義母が慌ててコンセントからテレビと DVD デッキの電源コードを抜き、あ、あのれ、みんな今見た映像はパニコさんが適当に作った嘘の映像だからね、信じちゃダメよ。あて、何みんな私を睨みつけてるのよ。なんか変な空気になっちゃったわね。何か BGM でもかけましょ。ちょっとパニコさん、こっちに来なさい。私の DVD はどこにあるの？テンパった義母はそう言いながら CD デッキの前へ。そして再生ボタンを押したその瞬間、こんな出来損ないの飯まず嫁がさっさとくたばりやがれ。義母、自分の怒鳴り声が CD デッキから聞こえてきてびっくりして尻餅をついちゃいました。私ね、映像だけじゃなくて義母からいびられた証拠の音声データも持っていたの。それらを嫁いびり全集1、嫁いびり全集2などと名付けたアルバムにしてまとめてみました。私はアルバム数枚を義母の前に突きつけると、お母さん、どれが聞きたいです？好きなのを選んでください。お母さんが選んだ BGM かけますね。なんなのよこれは。あんた姑にこんなことしていいと思ってるわけ？許さない、今すぐこの家を出て。なんでパニコさんが出ていかなくちゃいけないんだよ。パニコさんとかける兄さんの世話になってるのに、よくもこれだけ嫁いびりができたもんだ。お母さん最低、がっかりです。違うのよ、パニコさんの DVD と CD は全部作り物の嘘で。なら俺がパニコさんのその DVD と CD 偽造されてるかどうか解析して結果見せてやろうか。そういうのは専門分野だし。いいよ。ま、偽造ではないだろうし、これだけ証拠が揃ってるんだ。パニコさん、母さんが本当に申し訳ありません。弁護士として俺はパニコさんの力になりたいです。慰謝料の請求に関してとか何でもご相談ください。ヒカル、あなた実の親を裏切。ばあちゃん、おばあちゃんがやったことは悪いことなんでしょ？自分の罪を認めなさいよ。みっともない。ノーノーまで悪の秘密結社め、ばあちゃんは俺たちの敵だ。俺が法律にのっとってギッタギタのメッタメタにしてやるぞ。子供二人にまで責められ、涙目になって小さく背中を丸めてしまった義母。さらに、母さん、俺たち家族とは縁を切ってもらうぞ。なんとかけるがいつの間にかリビングの開いたドアのところに立っていたんです。かける、会社が大変な時だから帰ってこなくても大丈夫って言ったのに。パニコのこと放っておけないと思って仕事を抜け出してきちゃった。ごめんなパニコ、辛い思いさせてしまって。かける、母さん、今すぐこの家を出て行け。二度と俺たちの前に顔を見せるな。嘘でしょ、私はどうやって生きていけば。
そんなの一人で考えろ。だよな、みんな。かけるの言葉に、みんなが揃って大きくうなずくと。そんな、義母は床にうずくまり、大泣きしていました。その後、家を追い出された義母は、しばらく義実家を売ったお金、義父の遺産で暮らしていたようです。しかし、あの自堕落な義母は、働きにも出ず、毎日ぐうたら三昧。私への慰謝料を支払った上に、そんな生活をしていたら、いくら貯金があっても、持つわけがなく。間もなくして住んでいたアパートの家賃が払えなくなり、追い出されることに。するとなんと、他の人がもう住んでいる、元義実家の屋根裏に潜入。食料や金品などを盗んで過ごしていたそうですが、あっけなく見つかって逮捕。ニュースになって、テレビデビューしていました。今では刑務所の中で、こっぴどく叱られる孤独な日々を送っているそうです。いい気味だわ、ほんと。さて、一方の私はというと、かけるの会社の業績も元に戻り、ほんとによかったわ。嫁いびりが大好きな姑もいなくなったし、ひかるさん、あたるさん、みゆさん、ななちゃん、ゆうごくんとも遊びに出かけたり、よく食事したりして、楽しい日々を送っています。この間も、みんなでうちでご飯を食べていたんですが、ななちゃん、ゆうごくん、はいこれ、プレゼント。あらら、バニコさんありがとうございます。ほら、なな、ゆうご、二人ともありがとうって言うのよ。うん、ありがとう、バニコおばさん。あー、六法全書だ。俺のは漫画版の六法全書。ありがとう、パニコおばさん。子供用のがあったから買ってみたんだ。おい、みんな、鍋の用意できたぞ。男だけで用意するのもたまにはいいな。ほら、ご飯よそってくるわ。ありがとうございます。わー、白菜と大根と野菜たっぷり入ってる。栄養たっぷりのお鍋食べて、心身ともに健康でいないとね。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。